日本の工場では道具や物が整理整頓されているのがわかります。これは道具を探す時間をなくすことで作業時間を短縮するためであり、また運ぶ時間を短くしたりぶつかったりする危険を減らすためです。作業効率を上げ安全性を確保する考えは改善と呼ばれます。日本語でより良くするという意味です。現場の方々がやはり問題意識を持って、例えばアルコール数を3度から2度に減らしましたとか、取る時間を10秒から5秒にしましたという小さな小さなことが大きな総合力になってくるのかな、それは改善だというのを私は感じています。改善はおよそ70年前に車の製造現場で始まりました。働く人が知恵を出し合い業務の見直しを図る改善は日本の高度経済成長を支え、そして今も続けられています。この工場では女性が中心になって改善を取り入れています。これまで流れ作業で一人が一つの工程を担当しサンドイッチを作っていました。その中でパンを切る作業に時間がかかり待ち時間が出ることがありました。何年もそれでやってるからそれが欠点だとは思ってなかったんです。この欠点に気づいた彼女たちは流れ作業だけではなく少人数で一つの製品を作る体制を加えました。作業台の配置を変え、一人で複数の工程を受け持つようにした結果、作業時間はこれまでより短くなり生産性が上がりました。視覚化に見たいのはなんか随分ないように感じますね。ですから成果そういう面でできているんです、ね、障害者を多く雇用するこの工場では誰でも支障なく働けるように改善を行っています。外でも作業がやりやすいように、会社に来るのが楽しくなるように、そういうふうな改善を目指してやってます。誰でも簡単に運べるようにしたゴミ箱、目が見えなくても機械の操作ができる補助具など様々です。こちらはドライバーにストラップをつけて揺れを減らし作業を効率化、1日に何千回も使うため1ヶ月にすると200分以上の短縮になります。アイデアと工夫次第ではですね、健常者の方とですね一緒になって仕事ができるような喜び感とかですね、達成感をですね持っています。備品は目が見えない人でも分かるように配置、例えば種類別に下げられたテープは残り一つになると印の丸い紙が現れ触っただけで分かります。これは健常者にとっても一目で分かる仕組みです。自動車のジャッキを利用し車椅子の高さに合わせて調整ができる作業机、使い勝手がよく他の作業者の机にも設置するようになりました。障害者の方の目線ですけど健常者の方も使いやすいですよね。新しい設備を入れなくても生産性や品質を上げ働く環境をより良くする改善、様々な国に広がっています。